はようございます、釣り子 TV です。このルアーこれでっかいんですけども、ドリームエクスプレスルアーズのソフトジャークベイトっていうことで書いてありますが、なんともね、ドリームエクスプレスルアーズっていうことで、あの琵琶湖のね、庄司プロのブランドですよね。アラバマリグなんかが有名なですね、あのメーカーですけども、そこのですね、こうジャークベイト、ソフト素材でできたソフトジャークベイトが売っていたので、一袋、買ってきてみました。メイドインジャパンってことで書いてありますけども、でカラーがね、これ綺麗でしょうね。えいろんなカラー選べたんですけども、このねスイートポテトっていうね色をね選んでみましたよ。でまあね、なんでこんなでっかいルアー買ってきたのかってね、こんな感じ、結構まあ手からはみ出すぐらいね、でっかい長いルアーなんですけどね。なんだろう、最近ですね、2.5 インチとか3インチとかそういった小さいサイズのねソフトジャークベイトでずっとね亀山ダムとかそういった房総リザーバーとかで釣りしていたんですけども、案外投げたら反応するなっていうのを徐々に感じれるようになってきて、今までまあ食わず嫌いっていうか、そんな大きなの釣れないよと思って投げてなかっただけで、実はね結構投げてみると、あのトズラッパラなんかも大きなプラグとかよーく食ってくるしね、三島湖なんかはあの雨降った時の50アップのあの上釣り方異常ですからね。そんな時にまあなんかカバーとかにもスパパパーンって入れて、グッグッと水を押してくれるね大きなルアー、通常だとあのブルフラットなんかね、デプスのよく使うことが多いんですけども、こういうベイトフィッシュライクなねギルをイミテートしてるっていうよりは、ベイトフィッシュをイメージしたような、こういったのもねいくつか持ってた方がいいなーなんて思って、で今回ですねマニアックス、あのお店に行ったらこれがですねちょうど入ったばっかりですよ、使ってみたらどうですかなんていう風にお勧めされて、まずね買ってみたんですよね。でこれを買う時にこんな針がいいですよってご紹介してもらったのが、これパーフェクトフック WG って書いてありますね。これバルキー系ワームパンチショットリグに最適っていうことで、針もね一緒にねこれねあったんで合わせて買ってみまして、パーフェクトフックっていうことで、変化を続けるフィールドに最適なフックを求めてっていうことで、どんな形状かちょっと見ていきたいと思いますね。これはまた、そのまんまブルフラットとかにも使いたいっていう感じ。なんだろう、フックポイントからラインアイまでの幅を通常より狭くすることでワームのセッティングをまっすぐ簡単にできるということで、あとはラインアイから首の部分を長くすることでワームのズレを防止とフッキング率をアップしている、フックポイントデザインを2段階に角度つけることで驚異的な強度と貫通力アップを可能にということで、カマキリベンドを採用することでフッキング後のバラシを軽減させるということで、で市川フィッシングが作っているんですけども、販売はドリームエクスプレスルアーズということで、こんなフックがね専用で、で専用でもねこれで使ってねっていう風に聞いたんで間違いないと思うんですけども、すごいね、いろんな針があるんですね。これ使ったことないんで、この針使うのもちょっと楽しみだなね。こんな感じのバランス、思ったよりねもっと長い針ね、70番とか使うのかなと思いきや、このねこれ50番ですね、50番これでいいんだよなんていう風に、教えてもらって、で聞いたのが、通常これ縦刺しね、ここにスリットも入ってるしね、こういうスリットがあるんですよ。縦刺しだと思うじゃないですか、横刺しで使うそうです。こう横刺しね、こうじゃなくてこう、と思って、あ、だから
こうね、これまあまあもちろん真ん中にこう刺すわけなんですけども、ね、こんな感じでこれで使ってくださいってことみたいですね。へえと思って、思わずだってこう刺しちゃうと思うんですよ。うん、まあちょっとねこれはね使ってみて実際釣ってみないとなんだっていうのね、あの言いづらいんであれなんですけど、なんかねあの買う時に聞いたのはこうじゃなくてこうってね、これが肝みたいです。で、まああとはねどういう時に使うか、もちろんノーシンカーでぶっ飛ばしてね、遠目で上ずってるバスにアピールっていうのも考えるんですけども、チャターベイトのねトレーラーにちょっと使ってみたいなと思ってですね、こんな色も他に持っていないし、あとねここのお尻がまっすぐねこうなっている、こんな形状で、でスーブリブリブリってね、このデカさによってその小さなバスがかかるのを防ぎつつ、大きなバスにね、まあできれば50アップこういったのにガツンとね食わせるっていうね、こういう釣りがあるみたいで、でそういった時に、まあ、通常4インチとかねそういったのではなくて、さらにもこういうね長いね、でんごついこういったトレーラーをつけることによって、まあ、小バスを回避してデカバスを狙い撃つっていうね、こういった釣りに、使ってみたいなってね。坂又シャッドのヘビーウェイトなんかも買ったんで、まあ、そこら辺とかここら辺とかこういったのいろいろですね、あと針とかもいろいろバランスで試してみて、でね、こんな釣りありますよなんてご紹介できたらいいななんて思うわけなんですけども、ちょっとね重さの方も測っておきたいと思います。これね、ソフトジャークベイトドリームエクスプレスルアーズ、このまっすぐなねソフトジャークベイト何グラムでしょうか。乗り切らないな、32.6g ね、1オンス超えてきましたね。まあ 33g ぐらいだよっていうことで、まあ琵琶湖なんかでねぶっ飛ばして使うのにはもちろんこれぐらいの重さが必要なのかなというところと、あとですね近年関東のね解禁されたばっかりだったダム湖なんかもだいぶねちょっと見切るようになってきましたね。遠距離距離が取れれば取れるほど、食わせる可能性は高くなるかなっていうことで、こういったね重めのやつでまずは遠めに一発入れて、それでもってダメだったら徐々にね進んでいってって上流のねバスを狙ったりとか、あとはそのねボイルが不意に遠くで起きた時なんかも、これとそのラインリールのセッティングさえ合えば 32g もあればねかなり届かせられるんじゃないかなということで、このね色も綺麗だしなんていう感じで、まあちょっとねいろいろチャンスがあったらいろいろ試していこうかななんていうふうに思いますよ。というわけでですね、まあ、これはこうしまって、でこういったね専用のフックね、ついついねボックスの中で自分行方不明にしちゃうことが多いので、このね専用フックなんかもねこの中に一緒に入れて、このセットでね持っていこうかななんていうふうに思いますよ。まあそうですね、なんかこの手のサイズ感で効きそうなシチュエーションいくつか頭の中には思い描いているので、バチッとはまればねでかいバスが釣れるんじゃないかななんていうふうに思いますんで、ぜひね釣れたら実況動画の方でご案内していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこのルアーでの釣果期待してるぜなんていう人はですね、グッドボタンもぜひお願いいたします。というわけで本日の釣り講 TV はドリームエクスプレスルアーズのソフトジャークベイトからねスイートポテト、これ買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。